おはようございます。本日は廃線ウォーク、かつて八王子を走っていた幻の路面電車、武蔵中央電気鉄道の跡地をひたすら歩いていきます。どうぞよろしくお願いいたします。武蔵中央電気鉄道は1929年昭和4年から1939年昭和14年までの10年間八王子に存在した路面電車です。東八王子駅前から高尾橋までの路線と、途中の横山町から分岐して八王子駅前に至る支線の2つがありました。1938年昭和13年には京葉電気軌道に吸収され、東八王子駅前から浅川駅前が廃止に、その後全線が廃止されました。現在は京葉バスの路線に引き継がれています。さて、今回巡る停留場ですが、途中で廃止されたところもあるらしく、情報が錯綜しております。ですからあまり自信はありません。一応ご覧の情報を合わせて検討しましたが、あくまでも参考程度に見ていただけると幸いです。それでは歩いていきましょう。まずは東八王子駅前停留場よりスタートです。東八王子駅というのは現在の京葉八王子駅の前身にあたるもので、北側200メートルほどのところにありました。ご覧のように京葉の大きなビルが建っています。ここが東八王子駅の跡地となります。この目の前に、武蔵中央電気鉄道の停留所も存在したというわけですね。乗り換え駅です。それでは次の駅に進みましょう。次は新町です。といっても路面電車が走っていたのはもう80年ぐらい前のことですから、ご覧のように全く痕跡など残っておりません。これから先も国道をひたすら映し続けるだけの、退屈な動画になると思いますが、それはご勘弁いただきたいと思います。ここが八王子駅入り口の交差点で、左手を見ますと JR の駅が見えます。ところが毎度おなじみ今昔マップで確認してみますと、どうやらこの通りは戦前は駅前大通りではなかったようでして、一本奥の通りが目抜き通りだったようですね。こちらは横山町の停留場跡です。目の前に立派なマンションが建っておりますけれども、ここはもともと大英八王子店だった気がするんですよね。時代とともに街は変わるものです。かつて横山町の停留場からは八王子駅前に至る支線が分岐しておりました。そしてこの通りがかつて駅前大通りだった通りのようです。ここを路面電車が走っていたみたいなんですね。にわかには信じがたいことです。続いて郵便局前停留場です。あそこに八王子横山町郵便局がありますから、おそらくこの辺りだと思います。八王子駅前から続く U ロードはここで合流いたしまして、次に停まります停留場は八日町。かつて八王子の中心市街地でありました八日町には、八王子初の百貨店などもありました。松任谷由実の実家として有名な新井呉服店ですが、いや、豪壮な建物に変身しておりましては、いつの間にこうなったんですね。交差点を渡りまして、この辺りがおそらく次の停留場大横町です。こちら現在はエルシーという宴会場になっておりますけれども、ここがもともと八王子初の百貨店とありました丸木百貨店の跡でございます。さんさんと照りつける太陽が大変眩しいこちらのマンションですが、ここにはもともと中日屋八幡町店というのがありました。中日屋というのは八王子を地盤として南関東を中心に出店していたスーパーですけれども、それの1号店がここ八王子八幡町店です。で、さらに時代を遡りますと、ここには電気館という名前の映画館がありました。路面電車にも電気館前という停留所が一時期は存在したそうです。そしてさらにちょっと進んだところが八幡町の停留場です。この通りはもともと宿場町として栄えましたから、ご覧のように歴史のありそうな趣あるお店が先ほどからたくさん並んでいるのがお分かりいただけるでしょうか。歩道橋の上から次は追分の停留場です。ここから先は八王子名物イチョウ並木が続きます。
西八王子駅もほど近く、千人町の停留場です。千人町という地名は、江戸時代に治安維持などもろもろやっておりました八王子千人同心がこの辺りに移住してきたことが由来となっているそうです。創志高校のバス停から近いところ、ここら辺が多分地蔵堂の停留場があったところと思われます。地蔵堂っていう名前ですからね、なんかお地蔵様があるのかと思ったらどう探してもないんですね。一体地蔵堂っていうのはどっからその名前を来たのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。手元の地図と見比べながら、ここが道路の合流地点だということで類推しまして、横山車庫前の停留場です。この近くには長安寺というお寺さんがあります。ここにはほぼ唯一と言っていいのではないでしょうか、路面電車の名残があります。それがこの参道です。この敷石は路面電車の敷石を譲り受けたもの。その証拠として右側の溝があります。これはレールに沿って削った溝です。もう少し進んだところ、並木町の交差点です。こちらからはかつて京王五稜線という路線が伸びておりました。卵寮への参拝客の輸送を目的として建設されましたが、戦時中に不要不急線に指定され、その後は打ち捨てられました。その途中駅としてこの辺りに存在したのが武蔵横山駅です。そして停留場もその目の前に横山駅前として設けられました。つまり乗り換え駅ですね。京王バスの停留場浅川新地が見えてきました。この武蔵中央電気鉄道は京王バスに引き継がれましたので、バス停の名前と停留場が一致していることがあります。というわけでここも浅川新地の停留場に到着です。武蔵陵墓地参道と書かれております。この先には大正天皇、貞明皇后、昭和天皇、香淳皇后の座席がございます。これら4つを合わせて武蔵陵墓地と呼ばれております。この武蔵陵墓地への利便を図るために設置されたであろう停留場が五稜前停留場です。ちょうどこの辺りにあったようです。続いては再びバス停が見えてきました。ということでおそらくこの辺りにあったのだろうと思われます。浅川原停留場です。いよいよ一旦の切り、浅川駅前停留場までやってまいりました。浅川駅というのは何ぞいということですが、これは現在の高尾駅です。高尾という名前になる前は浅川という名前を名乗っておりました。それでは少しばかり高尾駅に寄り道してみましょう。高尾山観光の最寄り駅は現在では京王線の高尾山口駅ですから、そちらにすっかりお株を奪われまして、こちら JR の高尾駅は観光利用で使うことはもうほとんどないのではないでしょうか。それでもやはり駅前には観光地らしいお店がたくさん並んでいるのがわかります。それでは戻りましょう。名物とあってとろろ関連の看板が多いですね。銀杏の香りがかぐわしいイチョウ並木も高尾駅前で終わりです。河原宿のバス停が見えてまいりましたので、おそらくこの辺りが路面電車の河原宿停留場の跡地と思われます。高尾から先、停留場の間隔がそこはかとなく長くなったような気がいたします。ここで中央本線と交差します。ここで少々難読バス停、こなじバス停、そして同時に路面電車の停留場、こなじ停留場の跡地に到着です。
いよいよ落合停留場に到着。そしてこれはつまり路面電車の落合停留場に着いたということでもあります。さて次はとうとう武蔵中央電気鉄道の終点高尾橋停留場です。高尾山口の駅に着きました。でも高尾橋はもう少し先です。最後の辛抱。お待ちどうさまでした。終着高尾橋です。どちらさんもお忘れ物落とし物なさいませんようご注意願います。というわけで到着いたしました高尾橋停留場の跡地と思われる場所です。こんな山がちなところまで路面電車が走っていたんですね。京都は蹴上げの京阪電鉄が地上を走っていた頃、それになんだか似ているような気がいたします。今も現役で路面電車が走っていたら、八王子のイチョウ並木とその元を走る路面電車の調和は大変美しく、絵も言われぬ光景であっただろうと思われます。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。